えー、ジュリアの、えー、男子トップに立ったのは81.11のルカス・えー、ボールサード選手ですね、えー。この選手、パーソナルベスト81.11、素晴らしい演技だったと思います。あのー、とても、ねえー、充実した内容だったなと、うん、まずこのトリプルアクセルを、ね、グランプリーファイナルでこう投入して練習よりもきれいに決めてきたというところ、非常に大きいですね。うんえー 他のジャンプもトリプルトリプルも良かったしトリプルループも素晴らしかった流れもありえしっかりとしたフリーレッグもえだったのでとても評価高いと思いますでそれ以外の評価でもまあレベル4スピンえ多くてステップもレベル4でしたねえ全体的に GOE もまあ真ん中から上の方が取れてるかなと思うので良かったかなと思います えー、急に底上げしてきた選手かなと思いますね。まさか優勝したんじゃないかと、ちょっと、えー、どうなってしまうのか、最初の予想よりかなりね、えー、上振れてる選手で、えー、すごいと思いますよ、うん。ただ、プログラムコンポーネンツは、フランスがですね、見てください、4.50ですよ。うん、4.50!、うん、ちょっと目が丸くなりますね。4.50! あのトップ選手たちのジャッジを見てくると、 あのー、ちょっとびっくりな感じですね、フランス4.50、もう一回言っちゃいましたね。うん、だってアメリカはまあ地獄びいはあるとはいえ、8点出ていますし、うん。他のジャッジだって7点台みんな超えてるのに、4.50、うん、<laughs> これは <laughs> すごすぎて笑い発生ですね。<laughs> ね、27.14っていうね、ちょっとこれはあまりにも過激な点数ですね。 ついそういう言葉が出ちゃいました。6点台だまだ 4.50? また言っちゃいましたね。うん。何度も言っちゃいますね、これね。うん。だって、他のジャッジ、6点台とかいるけど、全部7点台言ってますし、うん。ちょっと目が、4.50っていうと、本当に、えー、本当にあんまないですね。うん。ちょっとびっくりしましたね。これ、これや,やばいですね。うん。 他の子たちどうなってるのか見ていきますよ。えー、ニコライ・メモラク79.8 4素晴らしい内容でしたよ。うんえー、彼もトリプルアクセルから入ってよかったです、えー。スピンは1つレベル3ありますけど、おおむね全部レベル4ですよね、うん。3回転3回転のコンビネーション、ジャンプもすべて良くて、マークはノーマーク、素晴らしいですね。えー、43.52というテクニカルエレメンツになっています。でプログラムコンポーネンツはフランス、 悪くないですねうんえー、っとそんなにえー、っとルカス君悪かったんでしょうかねフランスのジャッジちょっと聞いてみたいですねうんえニコライ・メモラ君の点数もめっちゃ低かったらあ他のジャッジ選手にも厳しくしてんだなって納得もするんですけど別に厳しくないですよねうんなので えとアメリカ、まあ、フランスに対してちょっと、でもね、イタリアのニコライ・メューロケ、別にフランス人じゃないですし、うん、アメリカはちょっと厳しいけど、でもそれでも7点とか6点なんで、別に厳しすぎるわけじゃないんで、さっきのルカス君の4点台ってやばくないですかね、うん、これちょちょ、ちょっとやばい案件ですよ、うん。ちょっとい違法級なんじゃないかなって、ちょっと思っちゃいますよ、うん。はいえー 中村俊輔君、見ていきます。74.81でしたね。僕はね、もっといい点出てほしいなと思っちゃいましたね。うんただ、スピンがちょっとレベル4だけど、最後のスピン、ちょっとスピード落ちちゃって、マイナスを食らってるっていう感じですね。うんで、えー、っとトリプルアクセルは良かったです、やっぱね。ジャンプ全体的に良かったし、ただ、こう見ると、スピンの加点が全部伸びないっていうのが、彼のポイントなんですよね。うん なので、えー、そこら辺がポイントなのかなっていう感じはしますが、NH えーとえー、グランプリシリーズよりは良かったかなっていう感じはしますが、ちょっとスピンが苦手な選手なのかなっていう感じが、えー、しています。で、プログラムコンプえー、そうでしょ <laughs> さて、フランス4点2つってどんだけっていう、ちょっと、えーそうなんだ。なるほどね。うん、そっか、えー、中村俊介君にも4点出してますね。うん、そうなんだ。えーちょっと待って。 厳しいですね、うん、なぜだこれは、うん、そっかそっか4点ですね4点ってあんままあジュニアだからっていうこともあると思うんですけど4点はちょっと厳しいかな、うん、昔2006年あたり見たことはある,あるんですけど4点っていうともうちょっともっと良くない演技をした選手は4点は出るとは思うんですが中村俊輔君とかルカス君の演技4点っていうのはちょっと違法 違法てか、ちょっとあんまりは見ないですね。うん、えー、これ、他の選手にもそんな感じなのかな、フランスジャッジ、えーえっとね、ロベート君の点数見てみますあフランス5点にしてるか、うん。何なんだろうこの でどんな,な,などの基準でジャッジしてるのかちょっと気になっちゃいますね。大、う、体、ん、いい6点台が出てますが、5点台。カナダも5点台が出てますけど、ほ、まあ、他のジャッジも、まあ、6点台が多いので、まあ、あの5点台が出ても、まあね、そんなには気にならないですけど、うん、ちょっと極端すぎるジャッジかなっていう感じはしますね。はい えー、吉岡望君は66.83でしたね。まあ、ジャンプ2つのミスがあったのと、えー、持ってなかったかなと思います。うん。まあ、やっぱりトリプルループのステッピングアウトがちょっと悔しいですね。トリプルルッツはオーバーターンでトリプルトを頑張ったんですけど、ステッピングアウトしちゃうと本当に途端に減点がマイナス4とか出てきてしまうので、うん。オーバーターンならまだいいんですけどもね。はい。 スピンなんかの字を意があんまり伸びてないので、そこら辺も気利量になりますが、トリプルアクセルは素晴らしいですね。技ギリスも4つ付けてます、うん。はい。で、えっ、ー、と、プログラムコンポーネンツは、フランスがやっぱり4点なんですよね、うん。フランスはだから全体的に厳しめですね。うん、はい。まあ、そんな感じです。うん 26.72、26. まあ、フランスジャッジ、これは後でジャッジ会議でかなり追及されますね、非常に厳しく追及されますね、これはね、うん多分ですけどこんなに厳しいしたりすると、追放されると思いますよ、あまりにもあの理由がなかったりすると。うん えー、片瀬健君、58.19。うん。まあ、彼はあ、トリプルアクセルでも転倒だけど、でも回転足りてるっていう評価で良かったですね。うん。これが足りてないともっと点数悪くなっちゃうんで、良かったかなとは。良くはないんですが、でも回転は足りてて良かったかなと思います。ただトリプルルッツね、これの転倒は本当に悔しいですね。 うんえー、3.54しか点が取れなかったんで、あトリプルトリプルがね、も、ま、う、あ、本当に、ここさえ決まっここも決まってればなって、ちょっとやっぱ思っちゃいます。ここは決まってればなってね、思っちゃいますね。うん、はい、まあ、あのー、スピンとステップのレベル3。 うんまあ、スピンも一つレベル3ですけど、まあ、スピンは比較的点は取れてますけど、まあ、今回、マイナス GOE がマイナスありますので、まああまあ、日本選手たちね、ちょっと今回スピンも苦しめられましたね、ジュニア勢ね。うん、ただ、最初の方は2、3がもらえてるんで、まあ、ジャンプ失敗した後にちょっと制裁を変えたかなっていう感じでしょうかね。うん、はい えー、プログラムコンポーネンツ。あ、フランスは、うん、6点台2つ上げてますので、ルカス君よりは高いですね。30点ですので、超えてますからね。うん。このジャッジはどういう基準なんだろう、一体全体。うん。えー、っと、まあ。 7点台、もちょこちょこあ、あでも体がちょっと厳しめですね、5点台。まあ、転倒は2つあったんで、シリアセーラーもかけられてるかなっていう感じがしますので、まあそこまで極端ではないですね、イタリアも5.75出してますし、だからさっきのフランスのね、ルカスクの4点に比べれば、まあそこまでは驚愕はしてませんけど、フランスのジャッジ、どういう素顔なのか気になりますね、う。ん もう一回見ちゃいますか1位のルカース君81.11ちょっともう一回見ちゃいますけど4点 <laughs> これはすごいですねこれは歴史的に見てもすごい評価ですねうんジュニアではあり得るのかなうん4.50でこのこの7.5とか8点とかいっぱいある中での4点っていうのはすごいですね6点とかまあ5点 もやばいですけどでも4.50はやばすぎですね。うん。4.50ですよ。これ何度も言っちゃいますね、僕ね。うん。これはかなり厳しくね、追及される案件ですよ。うん。下手したら、中国のチェ・ウェイグアン並みですね、あのオリンピックで追放されたんですけどそ、それ並みに結構厳しいんじゃないかな、これは。うん。結構追及されて、理由がなかった場合は、ちょっとこれは違法級になってくるかなっていう感じしますね。はい。 では以上です。